家鬼雲ネヘスコナノーティカは、ヒメ鬼雲族の雲で、身近な鬼雲類の一つ。人家に、多く、よくの木下などで見かける。中型の鬼雲で、目立った特徴は少ない。ただし同じようなところに住む雲には似たようなものは、あまりない。全体に、灰色から、褐色の地味な鬼雲類である。体長は、メスで8から12ミリメートル、オスは4から5ミリメートル。 メスの頭胸部は褐色から黒っぽく、中央は明るい色をしている。腹部はやや幅の広いトーラ乱型で、背面は丸く、形状突起はない。色は濃い褐色から灰色まで変異がある。いわゆる洋上斑は輪郭の部分が濃い色で出る程度。ふわしには節ごとにその末端近くが色濃くなる。全体に反紋や特徴に乏しい。 オスはメスにやや似た感じで全体にキャシャ。足が長く見える。垂直化、それに近い縁毛を張る雲。昼間は網を畳み、糸で作った小さなシートの中央のくぼみのようになったところにいることが多い。夕方に網を張り、できた網は次の網を張る寸前に畳む。稀に昼間も網の中央にいる個体が見られる。生態は7月から11月に見られる。 人家にごく普通。人為的な環境以外で見ることはほとんどない。大抵は人家の軒下や窓の縁にいる。同様な環境に見られるものにズグロウニグモがいるが、こちらが人為的な環境であれば人家以外でも多いのに対して、より人家やそれに類する場所に多い。特に東家の周囲に高密度で生息しているのが見られる。世界中の団体から熱帯に分布し、 日本でも本州以南の各地に普通に見られる。ヒメオニグモ族には普通に見られる雲が他にも、いくつかいるが、人家に出現することは、まずなく、また大抵は、より大きいか、模様がはっきりしているので混同することはない。同様な環境で見られるものには、ズグロオニグモがいるが、こちらは、楕円形の腹部を持ち、オニグモらしくない姿の雲で、違いは、はっきりしている。 海岸近くではヘリジロウニグムが似たところに姿を見せ、姿もやや似ている。この種の方がやや小柄で腹部はより横長である。ありがとうございます。